作品の釘入り爆弾、どうなるか楽しみだにゃん。速報です。国民的アイドルグループ三毛猫69のセンターを務めてきたアイドルさんが突如引退を発表しました。原因は度重なるファンからのストーカーと見られており。ストーカーか、可愛い女の子ってやっぱり大変だね。あ、ひょっとして私も危なかったりなんてね。そんなわけないか。さてと、明日の準備でもしようっと。こんばん、なりすましミステリー案内人です。案内人さん、なりすましってどういうこと？っていうか、なんだかいつもと少し違うような。そんなことあるわけないじゃないですか、ミルキーさんってば。あ、すっごい力、これは本物だ。分かってくれてよかったです。さて今日はガーナさんが自分自身のなりすまし犯を探すお話です。それではどうぞ。よし、これで準備は万端だね。あとはこの悪いやつを始末するだけ。新しい爆弾を試すのが楽しみだにゃ。速報です。ん？なんか今日は速報が多いな。先ほど連続強盗殺人犯の罪で指名手配犯となっていたマイケル容疑者が遺体となって発見されました。この男って私のターゲットじゃん。どうなってるんだろう。他にも殺し屋に狙われていたとか。はあ、新しい爆弾試したかったのに。続いて警察が公開した容疑者の映像がこちらです。よし、今から私があんたを始末してやるにゃ。なんだお前、化け物か。化け物とは失礼だ。これでも食らえ。ああ、え、何今の。警察はこの映像から殺し屋として知られているガーナ・アルカラムを容疑者とすることを公表しました。はあ、警察の目は節穴か。あ、でもあの格好に爆弾、完全に私のなりすましってことだよね。いや、なりすましは100歩譲ってまだいいとして、問題は私の依頼情報が漏れてること。これがもしお母さんにバレたら。一流の殺し屋が情報漏洩なんて絶対許さない。これはお仕置きが必要のようね、ガーナ。ひえー、それだけは勘弁して。って、お兄ちゃんだ。あ、もしもし。お前、一体何してるんだい。違うのお兄ちゃん。あのね、テレビの件は私じゃなくてね。テレビ？悪いが僕は今外出中でテレビは見れないんだ。え？じゃあなんでそんなに怒ってるの？お前の SNS さ、始末したターゲットとのツーショットを投稿するなんて、一体どういうつもりだい？え？私そんな投稿してないもん。って、あれれ？どうしたんだい？ SNS のパスワードが違うって出てるの、絶対そんなわけないんだけど。どうやら SNS を乗っ取られたようだね。そんな！こうなったら新しいアカウントを作り直して、これで見れるにゃ。どれどれ、今日のお仕事も終わったにゃ。お兄ちゃん、これを見て本当に私だと思ったの？ああ、そっくりじゃないか。そんな、お兄ちゃんなんて大嫌い。何よみんなして、私を何だと思ってるのよ。でも、なりすましのやつめ、他にはどんな投稿してるんだろう。今、大切な人にお手紙を送ったよ。受け取ってくれると嬉しいな。大切な人にお手紙。お、はーい。宛先なしのお手紙だったにゃ。あ、ひょっとして、なりすましが送った手紙って。こうして早速手紙を開封してみたガーナ。するとそこには短いメッセージと謎の暗号が書かれていたのです。乗っ取られたアカウントのパスワードが知りたかったらこの暗号を解くんだね。はぁ、やっぱり。でもなんでわざわざ教えてくれるんだろう。
ああ、今はとにかく暗号解くのが先決だね。なんだろう、この暗号は。ダメにゃー、全然わからないよー。あ、またなりすまし犯がなんか投稿したなー。次のお仕事も終わったにょー。みんな始末してほしい人がいたら、どんどん教えてね。何よこれ。でも、私のフォロワーはさすがに乗っ取られてることに気づくよね。今日もガーナちゃんは強くて最高に可愛いですね。いつも投稿楽しみにしてます。実は私、上司にいじめられてて、大好きなガーナちゃんに頼んでいいですか？もちろんだにゃー。なんでみんな気づいてないの？もう、こうなったら意地でも暗号を解いてやるにゃー。それにしてもこの暗号謎すぎるにゃー。一体どんな意味があるんだろう。こうして暗号を解くため必死に考え込んだガーナ。すると突然答えをひらめくことができたのです。もう少し正解を考えたい方はここで一旦ストップしてくださいね。この問題の共通点はカタカナと数字。ん？カタカナ。あ、そうか。これでよしっと。あとはこの暗号順に当てはめれば、まずはあ1だからあ行の1番目であでしょ。次にば3だからぶ。できた。答えはあぶり出せ、あぶれってことだね。こうして早速手紙を火で炙ってみたガーナ。するとその手紙から隠されていたパスワードが浮かんできたのです。おお、うへー、いちいち気持ち悪いにゃー。あ、でもこれでアカウント取り返せたね。よかった。みんなに乗っ取られてたって報告しないと。ん？未投稿のメッセージだ。どれどれ。ガーナちゃんすごい。これを見てるってことはガーナちゃんがあの暗号を解いたってことだね。でもでも、ガーナちゃんは私の居場所を知りたいよね。当たり前だよ。私になりすまして雑な仕事をした上 SNS に投稿するなんて許されることじゃないもん。そんなガーナちゃんの気持ち、私よくわかるよ。だから私の居場所を知りたかったらこの URL を開いてね。 URL？ なんだろう。こうして URL をクリックしたガーナ。するとそのサイトには再び謎の暗号が書かれていたのです。正しい数って…あ、そっか！何の数を入れればいいのかは、この暗号を解かないといけないんだよね。にしても、何この暗号？全然わからないよ！似てるけど、展示ともまた違うしな。一体何なんだろう。もしもし、今とっても忙しいんだけど！本当に僕のことが嫌いになったのかい？その声は、あ、またお兄ちゃん？違うの。今ね、なりすまし犯から送られてきた暗号解いてて忙しかったんだにゃ。暗号だって？それを僕に送ってくれないか？ガーナよりはそっちの方向に強いと思うけど。そっか、最初からお兄ちゃんに協力してもらえばよかったんだね。今送ったよ。ああ、なんだ、簡単な問題じゃないか。これはオーブンモールス符号だね。モールス符号って、なんだっけ。通信手段に使われる文字コードのことさ。この符号をローマ字に直すと BAKUDANKAZU、 つまり爆弾数と伝えたいようだよ。爆弾数？あ、そっか。ここに打ち込む数字は部屋にある爆弾の数ってことだね。ありがとうお兄ちゃん。礼にはおよ。よーし、そうと決まれば早速数えるぞ。あ、ちょっと待った。数えるって、これ全部？496、497、498。そしてこれが最後の、499個目だ。はぁ、疲れた。これでようやく犯人の居場所がわかるにゃ。正解は
499個っと。え？なんで不正解なの？私ちゃんと数えたもん。499個で合ってるはずだよ。ん？ひょっとしてこの作りかけの爆弾をカウントしてないからとか？でもさすがにそんなリアルタイムの数がわかるわけないよね。500っと。あったあったにゃ。嬉しいような悲しいような。でもとにかくこれで犯人の居場所が。こうしてカカオの協力もあり、どうにか二つ目の暗号も解き明かすことに成功したガーナ。しかし切り替わったパソコン画面には再び新たな暗号が映し出されていたのです。コウハシ使用会、私はここ、ヒント2個戻る。は？さっきのが最後の問題じゃないの？ん？下になんか書いてる。問題は一つとは言ってないにょー。 BS、 またお兄ちゃんに頼る。ふぅー、ムカつくにゃー。こうなったらー、一旦脳みそに栄養補給だにゃー。はむむむむむむむ。はぁ、お腹いっぱい。よし、それで今回の問題はっと。コウハシシヨカイで、ヒントは2個戻るか。一体どういう意味だにゃ？こうして、再び暗号を解き始めたガーナ。すると、今回はたらふくお菓子を食べた甲斐もあって、すぐに正解へとたどり着いたのです。コウハシシヨカイ。コウを戻すか。うん、わかったにゃ。ヒントのコウ二つ戻すってことは、クってことじゃないの？すると、ロ、ネ、コ、コ、ウ、エ、ウ、だから、黒猫公園！黒猫公園にいるってことだにゃ。よし、そうとわかったら早速とっちめてやる！すぐに行くから待ってなさいよ。なんだ、またお兄ちゃん？暗号の答えは分かったのかと思ってね。あの後、次の暗号も自分の力で解いたんだよ。すごいでしょ。偉いじゃないか。さすがは僕の妹だね。うん、だから今はね、犯人のところに向かってるところなんだ。なんだって、一人で行って大丈夫なのかい？変態ごとき私一人で十分なにゃ。とにかく私忙しいから切るよ。それじゃねー。なりすまし犯を捕まえないとね。もういるんでしょ。めんどくさい暗号まで解いてあげたんだから、早く姿を見せるにゃ。え？何の音だろう。って、スマホだ。もしもし。な、やっぱり出てくれた。本当に最後の暗号も解けたんだね。えらいえらい。なんなのその上から目線は。っていうか、なんで電話なの？ここにいるっていうのは嘘だったんだね。耳元で叫ばないでちょうだい。私の真似ばっかりしている偽物のくせに。偽物？何言ってるの。偽物はあんたの方でしょ。こうしてガーナがパニックになりかけたその時でした。聞き覚えのある音がなりすまし犯のスマホから聞こえてきたのです。選択が終了しました。え、その音ってもしかして、あんた今どこにいるの？どこって、そんなの決まってるにょ。私の自分のお部屋だよ。早速お洗濯干さないとね。触らないで。なんで？だって私ちゃんと鍵だってしたのに。 SNS の不正ログインができるんだよ。鍵を開けるのだって簡単だよ。お願いだから出てって。あんた気持ち悪いにゃ。気持ち悪い？俺の大好きなガーナはそんなこと絶対言わないにゃ。何言ってるの。俺はずっとお前のことが好きで応援してたんだぞ。いついかなる時もずっとお前のことだけ見てたんだ。そんな俺にお前も気づいてくれてると思ってた。でもストーカーか。
可愛い女の子ってやっぱり大変だね。あ、ひょっとして私も危なかったり？なんてね、そんなわけないか。お前は俺に気づいてなかった。俺の大好きなガーナなら絶対気づくはずなのに。だからもう俺が大好きなガーナちゃんになることにしたんだにょー。文句があるなら直接来なよ。私の部屋で待ってるからさ。そんなのいけるわけないにゃ。こうしてガーナの心がいよいよ折れかけたその時でした。えへへ、それじゃあもう私が真のガーナちゃんだね。誰だお前、やめろ。何が起きてるの。はあ、やれやれ、大丈夫かいガーナ。その声はお兄ちゃん。ああ、ガーナは大丈夫と言ってたが、案の定来てよかったね。この男はとりあえず地下室にでも閉じ込めておくよ。すっごい怖かったにゃー。おかえりガーナ。あ、お兄ちゃん、今日は本当にありがとね。別にこのくらい大したことじゃないさ。ほら、そこに出来たてのチョコクッキーがあるだろ。お食べよ。いいの？やったー。なんか今日のお兄ちゃんとっても優しいにゃ。兄として当然だろ。これからもずっと君はこの僕が守ってあげるからね。え、嘘。何その体。まさかあんたお兄ちゃんじゃないの？いや、体がしびれて。そのクッキーのおかげだね。それに何を言ってるんだい。僕は正真正銘のカカオアルカラムさ。正真正銘って顔は同じでも体が全然違うにゃ。ボディはまだ工事中なんだ。そんなことより暗号を解いてあげたのも、なりすまし犯から助けたのも僕なのに、逃げようとするなんて失礼じゃないか。暗号って、嘘つかないで。着信が来た時、私のスマホにはちゃんとお兄ちゃんって表示があったもん。そんなの簡単さ。ガーナが寝てる隙に部屋に入ってスマホを少しいじらせてもらっただけだからね。やっぱり悪人じゃん。それも陰湿。なるほど、残念だがガーナ、君の自由を奪っておいてよかったよ。一体何する気なの。決まってるだろ。僕をお兄ちゃんと本当に思えるようになるまでたっぷりと調教してあげるのさ。そんな、誰か助けて。お兄ちゃん、本物のお兄ちゃん。だからこの僕が本物のお兄ちゃんだと言ってるだろうが。こうしてカカオのなりすましがガーナに近づいたその時でした。お兄ちゃん。まったく、毎度毎度手間のかかる妹だよお前は。そう、今度という今度こそは本物のカカオが現れたのです。本当に本物のお兄ちゃん。本物っていう証拠は。やれやれ、ずいぶん疑心暗鬼になっているようだね。そうだね。ああ、この前晩ご飯で僕が鍋にチョコレートを隠し味で入れて、危うく屋敷を吹っ飛ばす殺し合いの喧嘩に発展した話とかかい？何の鍋に何味のチョコ入れた？豚肉と白菜の鍋にホワイトチョコレートを30個。あ、お兄ちゃんだ。正真正銘、チョコレートジャンキーのカカオ兄ちゃんだにゃー。いつの間に。ああ、君が例の偽物かい？確かに顔は僕と似てとても美しいね。でもダメだ。いくら外見を取り繕っても、中身が空っぽじゃ意味がないよ。どういう意味だよ。それを教えてやる道理はないさ。偽ガーナといい、他人になりすます意味が僕には全くわからないね。偽物の私にもあったの？もちろん、
あっちはあっちで地獄を見せておいたから安心するといい。うちの妹をいじめた罪は重い。それと、なりすまして得た情報はすべて記憶から消させてもらうから覚悟するんだ。さあ、生まれてきたことを後悔するんだね。そんな。警察からの情報によれば、犯人は憧れの人物になることで、自分のことがもっと好きになれると思ったなどと供述していますが、途中何者かに襲撃を受けたらしく、記憶が飛び飛びになっており、聴取は難航する見通しとのこと。バカな男たちだね。結局ありのままの自分を好きになれない限り、誰になりすましても自尊心なんて満たせないというのに。お兄ちゃんはその点バッチリそうだね。ちなみにガーナになりすました男も、きっちり記憶は処理しておいたから、今後アルカラムの情報が漏洩することもないし、そこも安心するといい。今回ばかりは本当に助かったにゃ。ありがとうお兄ちゃん。でも、どうして助けに来てくれたの？そうだった。母さんから、ガーナが依頼情報を流出させてしまったようだから、その後始末と、きついお仕置きをするように頼まれたんだ。あはは、なんだそうだったんだね。ああ、今からお兄ちゃんのお仕置きか。って、え？さ、どのお仕置きメニューで行こうかな。素人になりすまされて仕事の情報に加え、SNS のパスワード、さらに自宅の場所まで特定されるなんて、これはとびきり重たいやつにしないとね。まさかガーナとカカオのなりすまし犯がいたなんてね。驚きましたか、ミルキーさん。うん、でも正直今の方が驚いてるよ、案内人さん。まさかさっきまで話してた案内人さんが偽物だったとはね。驚いてるのはこっちの方です。いいですか、ミルキーさん、どう見たら彼女と私を見間違えるんですか。え、こういう話し方とか。話し方？偽物さん、それじゃああのセリフを言ってみてください。いいんですか？骨骨骨の骨ー。これちゃうの？地獄に落ち上がれ。ひー、案内人さん怖いからバイバイチー。うん、これでよし。これだけ防犯対策をしておけば、どんな変態さんにも入られないで済むね。ああ、もうお仕置きと防犯対策でクタクタだよ。今日はもう寝よう。なはは、おやすみ、ガーナちゃーん。あらあら、今度は浮上物霊に好かれてしまったようですね。意外とモテ体質ということでしょうか。